はい、皆さんこんにちは、田中一平です。それではですね、今日は鎌倉の都市としての整備について見ていきたいというふうに思います。テキストはですね、16ページ一番下の C、 鎌倉の整備というところをご覧ください。まずこの鎌倉の整備に関してですね、まあ、ここで説明をするのは理由があって、この鎌倉の整備はですね、前回までの動画で説明してきた泰時、それから時頼の時期にある程度こう都市としての整備が進んでいったっていうところが背景にあります。あ、もちろん誤解のないように言うと、じゃあそれ以前は全く都市としての整備が進んでないのかっていうと、まあそんなことはないですけど、より本格的にこう都市として形が整ってくるのがこの2つの時期ということになります。で、あとは山川の小説日本史の記述で見ると104ページのところですね。で、これが時頼記の一番最後の記述なんですけれども、新郎将軍ですね、これの話をした後にさらに大陸の文化を積極的に受け入れとかっていうふうに書いてあって、鎌倉を武家の都として整えていったっていうような、まあ、記述ですね、これがあるんで、それに位置を合わせてあると、まあ、いうふうに考えてもらえばいいかなと思います。まず山川の小説日本史を出してほしいんですけど、これの97ページですね。で、そこに鎌倉のですね、上空からの図っていうのが、まあ、出てると思うんですね。で、これを使って少し説明をしていきたいというふうに思います。それからですね、各自が持ってる資料集にもですね、必ず鎌倉はですね、これ上空からの図みたいなのが出てますんで、まあ、もしそれがあればね、まあ、ちょっとポーズで止めてそれ探して出してからこの動画を見てもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。で、まずこの泰時期に都市としての整備が本格化するっていうのはですね、泰時が六波羅探題として京都を見たっていう、その京都を参考に整備が進んだんじゃないかということが言われています。泰時は叔父の時房とともに初代六波羅探題ですからね、そこでまあ京都を見た、で京都を参考に整備をしたというふうに考えています。で、そうすると平安京のところである程度説明してると思うんですけど、まあ、メインの通りがあるわけですね。朱雀大路っていうのがある。で、もちろんその中世の京都っていうのは、まあ、その古代の、ね、平安京都はもう場所がちょっとずれてきたりはしてますからってことなんですけど、まあ、やっぱりメインとなる通りっていうのを用意するわけですね。で、それが97ページのところの若宮大路と、まあ、いうところなんですね。で、若宮大路がこういうふうに縦にあって、この北が鶴岡八幡宮ですね。で、ここから南にずっと行くと由比ヶ浜っていう、まあ、海岸に当たるわけですけれど、まずこの3つですね、鶴岡八幡宮、若宮大路、それから由比ヶ浜、これチェックを入れてください。で、それから鎌倉っていうのが武家の都で、まあ、当然将軍がどこにいるかっていう話がね、まあ、次第なんかだと、まあ、たまに入試で出たりするんですけど、地図上で言うと鶴岡八幡宮のすぐ右隣に一番と書いてあるんですね。これがですね、大倉御所っていう風に言うんですけど、頼朝なんかはここにいたんですね。で、これがですね、1225年にこの若宮大路通り沿いに移転するんですね。宇都宮津市っていう風に書いてあると思うんですけど、プリントに。で、これはですね、これ北条泰時の邸宅なんですよ。これ簡単に言うと、この宇都宮津市御所っていうのは、そこにですね、九条頼経を移したっていう感じなんですね。で、まあ、ここら辺になるともうちょっとね、総計レベルっていう感じになるんですけど、一応大倉御所から宇都宮津市の御所に移した九条頼経の時にっていうのと、もう一つはですね、この宇都宮津市御所に移すと同時に、この御所の警備っていうのが御家人たちの負担になるんですね。で、これが実は鎌倉番役なんですね。鎌倉万役っていつ始まったかっていうと、実は泰時の時期になってからなんですよね。まあ、鎌倉万役、まあ、別に鎌倉時代の初っ端からあったっていう理解で、まあ、入試では困らないっちゃ困らないんですけど、まあ、一応そういう事実がありますんで、まあ、押さえておいてほしいと、まあ、いうことですね。で、あとはその泰時期に行われたこととしてはですね、その交易ルートとか物資流通のルートっていうのが整備されるってことなんですね。で、この若宮大路っていうのをずっと南に行くと、こう由比ヶ浜っていうところに当たるんですけど、このね、由比ヶ浜っていうのが遠浅の海なんですよ。だからこれ大きな船が由比ヶ浜に入ってくるとですね、これ下こすって座礁しちゃうんですよね。なのでどうするかっていうと、由比ヶ浜のどちらかというと東の方ですけど、ここのある程度こう海のところに和歌江島っていう島があると思うんですよ。で、これですね、泰時の時期に作られた人工の島です。で、ここに荷物を荷上げする、まあ、だから人工の島を作ってここを港にしようっていう発想でですね、まあ、これは大網という棟梁ですね、これがまあ、築造をスタートしたんですけども、これに泰時が協力したと、まあ、いうところですね。これが、まあ、宗慶ならって感じですね。で、まあ、このね、大網っていうのは、肝心肘です。
だから鎌倉に港がないと不便じゃないですか。でみんながそういうふうに思ってるわけですよね。まあ鎌倉になんかちょっと便利な港とかあったらいいなって、そういうのがあるんで、まあじゃあみんなで協力して作りますかっていう形で、この大網っていう僧侶がね、人とかお金をこう寄付を募りながらですね作ったのが和解島で、それに泰時が協力したってことなんですね。で肝心の話はこれ鎌倉文化のところで説明してます。今まあサムネイル出てると思いますから、ちょっとそちらの方を見ていただいて、でまあ肝心っていうとなんかその東大寺の再建とかっていう話がありますけど、別に東大寺再建以外の肝心の話っていうのの一つ具体的な例として、まあ和解島の話は押さえておいていいんじゃないかなというふうに思います。だからここが一つ貿易とかですよね。鎌倉時代に日宋貿易とかやってますから、まあ荷物を荷上げして、でそこからまあ運んでいくっていう、まあそういう感じで押さえてもらうといいかなということですね。であとは切通しですね。まあ要はこれ有名な話ですけど、鎌倉っていうのはこう三方が山に囲まれてるっていう話ですけど、で山に囲まれてると、じゃあどうやって鎌倉に入るんだっていう話があるんで、その山と山の間をこう切り崩して通路を通すわけですね。でその切通しっていうのが7つある。でこれもですね1240年代までに大体整備されたっていうふうに言われてるんですね。で1242年に泰時病気で亡くなりますんで、だからその意味で言うとある程度こう泰時の時期までに切通しの整備が進んだと、まあ、いうことなんですね。で97ページの地図を見てもらうと、大仏切通しだとかですね、朝比奈の切通しだとか、名古屋の切通しとか、小室坂とか、まあいろいろ出てるんですけど、そうですね、まあ早稲田ってことで言うと覚えなきゃいけないのは朝比奈の切通しですかね。まあ、これをとりあえず覚えれば問題ないかなというところがあります。でその朝比奈の切通しどこにあるかっていうと、寺が5つ書いてあると思うんです。ピンクで書いてある寺っていうのは鎌倉御山って言って、まあ、これ室町文化北山文化のところで説明してますから、そちらの方もご覧いただきたいんですけれども、それの一つで浄明寺っていう、一番地図の東の方に、まあ、ピンクで囲まれた浄明寺って書いてあるところがあると思うんですけど、そこの脇にある朝比奈の切通しですね、まあ、これを、まあ、総計だったら押さえておけばというような感じになります。でこの朝比奈の切通しだけを覚えなきゃいけないのはいくつか理由があってですね、この朝比奈の切通しを通る道路をですね、睦道っていうんですね。つまり何が言いたいかっていうと、朝比奈の切通しこれを抜けて東に向かうとですね、睦っていうここにたどり着くんですね。でここを押さえておいてほしいんですよ。この睦っていうのは鎌倉の外交です。まあ、つまりもともと睦っていうのが鎌倉への物資を供給するこう港として存在して、その睦っと要はこの若宮王子とか鶴岡八幡宮、それからその幕府の御所あたりをですねこう結ぶ道路っていうのを、まあ、やっぱり作っていかなきゃいけないっていうことになるわけですね。そうなった時に、まあ、要はここに切通しが必要なんですよ、簡単に言えば。でこう切通しスーッと抜けて東に行くと、まあ、睦っがあると、まあ、いうことなんですね。六の裏と書いて睦っなんですけど、で実はこの睦っからさらにですね、船でこれ東に向かうとこれ房総半島なんですよ。だこの睦っていうのは単に鎌倉にこういうふうにこう物資をね陸で運んでいくっていうだけじゃなくて、睦っから房総半島に抜ける航路の発着地でもあるんですよ。だからこの睦っって非常にまあ便利で、まあ、この時代はやっぱ栄えたらしいですね。でまあ言ってわかるのかっていう話があるんですけど、この睦っのあたりですね、現在は金沢文庫と、まあ、いうふうに呼ばれています。まあ、現在もね私鉄の京急の大きな駅があるところでんですけど、でこれ金沢文庫って呼ばれるのは北条氏の一門で北条実時と呼ばれる人物がいるんですけども、この人がですねこの実は睦っのあたりに拠点を構えていて、で日宋貿易なんかで貿易船がこういっぱい入ってくるんですけど、その貿易船がですね、まあ、いろんな中国のこう書籍っていうのをこうもたらしてくれるわけですね。でその書籍っていうのを北条実時はこう学問好きだったんで収集して、で最終的にこの睦っのあたりにですね、まあ、今でいう図書館みたいなものを作った、それが金沢文庫というふうに呼ばれたところからですね、現在この睦っのあたりはですね金沢文庫というふうに地名がついて呼ばれています。だからこの睦っと鎌倉の都市を結ぶこの睦っ道とかって言われるんですけど、その睦っ道の途中にあるのが朝比奈の切通しなんですね。これがですね、まあ、泰時期の鎌倉の都市としての整備と、まあ、いうことになります。ですから将軍御所若宮王子沿いに移転するということですね。大倉御所から宇都宮寿司御所に、そして交通や物資流通ルートを整備すると、一つが和解島で、もう一つが切通しで、特に重要なのが鎌倉とですね睦っをつないだ朝比奈の切通しと、まあ、いうことでございます。まあ、資料集など見るとですね、この切通しの写真なんかもありますから、まあ、それはきちんと押さえておいてほしいなというところでございます。これが泰時期だとすると、次はまあ時折期ってことになるんですけど、でこの時折期がですね、まあ、プリントのところに書きました、建長寺に代表される禅宗寺院の建造と、まあ、いうふうに書かれています。で97ページですね、まあ、図を見ていただくと、例えば建長寺円覚寺とかっていう、まあ、禅
寺が書かれているということなんですが、北条時織がですね熱く禅宗を信仰したという話はですね、これも鎌倉仏教のところである程度きちんと説明をしてます。なんで時織が禅宗を受け入れたかということで、禅宗って言ってもね、この当時グループがいくつかありますから、まあ、それのうちどれを大事にしたのかというあたりはですね、そちらの方を見ていただきながらということになるんですけれども、一つ押さえておきたいのはですね、この時代の禅寺、建長寺なんかが代表的な例なんですけれども、その禅寺にはですね中国からの来日僧が来ております。まあ、現代風に言えば中国人僧侶ってことですね。でその中国人の僧侶が、まあ、禅寺に住んでるってことになるとですね、まあ、なんていうんですかね、今でいう、こうチャイナタウン、日本風ではなくて中国風の雰囲気の寺とコミュニティみたいなものができてくるわけですよね。だからその意味で言うと鎌倉っていうのはちょっと一風変わった、まあ、要は今までの日本にはないそういう雰囲気を持つ地域のある都市ということになってくると、まあ、いうことは一つ押さえておきたいなというところでございます。さあ、で、あとはまあそのね、やっぱ鎌倉っていうと鶴岡八幡宮っていう話になるんですけれど、もともとですね、この鶴岡八幡宮のあったあたりっていうのは、源頼朝の先祖にあたる源頼義ですね、前九年合戦で活躍した人物ってことで受験生はまあ覚えることになるんですけど、でこの源頼義がですね、この相模のあたりに、まあ、荘園の荘官としてどうもいたみたいなんですね。でしかも源頼義以降ですね、ずっとこの相模のこの鎌倉のあたりっていうのはある程度こう河内源氏の影響力が強かったところで、頼朝のお父さんの義朝も、まあ、基本的にその相模の国にある程度勢力持ってたって言った時に、この鎌倉のあたりを自分の本拠地にしてたみたいなんですね。まあ、要は義朝っていうのは京都で活躍もしてるし、まあ、東国だと鎌倉にも拠点があるみたいな形で、こう軍事貴族らしいですよね、行ったり来たりしてると。で京都で活躍してると京武者とかって呼ばれるっていう話っていうのは、まあ、これも軍事貴族のところで少し説明をしましたけれども、でそういうゆかりがある。でどうもこの鶴岡八幡宮っていうのも、もともとは岩清水八幡宮を環状、まあ、環状って言って今の高校生に分かるんかっていう話があるんですけど、でじゃあこの環状っていうのは何なんだっていうことなんですけど、これ簡単に言うとですね、新しく神社を作ることです。で神社を作るときに、この鶴岡八幡宮の八幡宮っていうのは、これはもともとですね岩清水八幡宮、京都の南にあるんですけど、ここから神様を分けてもらうんですね。神様ってこう分けることができるんですよ、そういう考え方からですね。でその分けてもらって作ったのが、まあ、鶴岡八幡宮で、これを作ったのがどう源頼義らしいんです。じゃあなんでそれは岩清水八幡宮なんですかっていうと、その岩清水八幡宮っていうのを建てたのが藤原義房なんですね。まあ、初の摂政になった人物ですけれど、でその藤原義房が岩清水八幡宮っていうのを建てた理由が、自分の孫の清和天皇ですね、でこれの健やかな成長を祈って建てた神社らしいんですよ。でそうすると分かりますよね、源頼義源氏ですけど、これ清和源氏でもあるわけですから、だからその祖先の健やかな成長っていうところと絡めて、この岩清水八幡宮っていうのを源氏はすごい大事にした、その文脈の中で源頼義が自分のある程度こう影響力が強い地域である鎌倉に神社を勧請して作ったんですね。でだからまあ代々の源氏の当主は、まあ、この鶴岡八幡宮っていうのは大事にしてきたと、まあ、いうことなんですね。だから、まあ、この鶴岡八幡宮っては基本的に鎌倉幕府の宗教施設みたいなもんです。例えば何かね、鎌倉幕府としてちょっと宗教にお願いしたいこと、例えば五穀豊穣を祈るとかね、例えば戦乱を鎮めるとか、そういった、まあ、家事祈祷なんかもこの鶴岡八幡宮、ここね真言宗の僧侶が基本的にいるんで、で今多分うんと思った人いると思うんですよ。おめえなんで鶴岡八幡宮って神社だぞみたいな、なんでおめえ真言宗の僧侶がいるんだって、お前適当なこと言ってねえかと思うかもしれませんが、この時代は神仏集合なんで、だから別に神社に僧侶がいてもおかしくないんですよ。この時代は鶴岡八幡宮司って呼ばれてたぐらいですから。でそこら辺はまあ神仏集合のところで喋ってますんで、それはそれでまあ動画の方をご覧いただければというふうに思うんですけども、だからそういう鎌倉幕府化すると何かあった時に頼る宗教施設の一つとして鶴岡八幡宮があると、まあいうことですね。でまあそれを中心にですね、南に若宮寺がずっと広がってね、まあ、現在に至るまでこの鎌倉のね町の中心というと、この鶴岡八幡宮と若宮王子っていう部分がありますから、まあ、その基礎ができたのがこの泰時とか時織の頃ですよっていうふうに押さえてもらえるといいかなと、まあいうことですね。まああとね、まあそれはいろいろ話し始めりゃキリがないですよ。長谷寺の大仏とかいろいろありますけども、要はもうそれを喋り始めるとね、受験超えて、まあ、観光とかの話になるんで、それはもう別に動画用意しろよっていう話になりますんで、とりあえず受験に即して言うと以上かなと、まあいうところでございます。鎌倉の都市の整備についての話ということでございます。
今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回からも分かりやすい授業の動画を配信していきたいというふうに思っています。お見逃しにならないようにチャンネル登録、それからベルマークのクリックをよろしくお願いします。またいいねボタンのクリックもよろしくお願いします。授業の感想やメッセージなどがありましたらコメント欄の方にぜひお寄せください。それではまた次の授業でお会いしましょう。さようなら。